AP レーシングは、イギリス、ウェストミッドランズコベントリーに本社を置く、モータースポーツなど、ハイパフォーマンス用途に特化した自動車、二輪車用、ディスクブレーキ、クラッチのメーカー。母体となった、オートモーティブプロダクトは、自動車部品サプライヤーとして AP ロッキードを、ブレーキのブランドとして展開していた。AP は経営の悪化から2000年に、 アフターマーケット向け部門及びロッキードブランドをデルファイへ売却するとともにモータースポーツ部門を AP レーシングとして独立させブレンボに売却した。部門やブランド移転後、デルファイはデルファイロッキードブランド AP は2003年以降リクセルブランドを用いてブレーキ部品を供給しており、ブレンボは AP レーシングを個別のブランドとして運営している。 これら3ブランドの間において、資本や技術提携の関係はない。シングルシーターでは、F1、インディ、F3000 や F3 などに、ツーリングカーでは、スーパー GT、DTM、WTCC などに供給されている。日本国内での正規販売は、株式会社、ニコルレーシングジャパンが行っている。1971年南アフリカ GP において、 フェラーリ312バイトを狩るマリオ・アンドレッティが AP レーシングにとって初優勝を果たした。現在はルノー、ウィリアムズ、フォースインディアにブレーキキャリパーを供給するほか、フェラーリなど多くのチームにもクラッチが供給されている。ありがとうございます。